皆様こんにちは、ミルククリームです。今日も3日連続ハロウィン描いていきたいと思います。画線紙、シルバーの筆ペンをご用意ください。そしてシルバーの筆ペンで枠を縫っていきます。枠ギリギリに塗っちゃっていいので、ハロウィンなのでね、そんなにきっちり引かなくてもいいですし、シルバーの色が伸びなかったらあんまりにも出ないので、水筆を用意しました。ここでシルバーを取りまして、あ、これでいいや、これでいきます。水筆でシルバーのペンがないときは薄墨ペンでしたら、慶長用のね、薄墨ペンがお家にある方が多いと思いますので、薄墨ペンでいいと思います。なんでシルバーってね、思ってる方もいらっしゃいますけれども、薄墨ペンで十分ですから。枠をビューッと描きました。次は同じシルバーの筆ペンでろうそくを描いていきます。ろうそくに目をつけて、少し燃えた感じ感を出し、手までつけちゃいました。ゴーストに見える感じですよね。シルバーをしまいます。でまた水筆でシルバーを取りまして、このろうそくのね、周りを塗っていきます。なんかベタ塗りより薄くしていただいた方がろうそくの肌感が出ると思います。感じで塗っていきます。塗りましたらシルバーが一旦終わりまして、今度は黄色の筆ペンをご用意ください。炎と目を直接塗ります。黄色はできれば鮮やかの方がいいので、パステルよりも筆ペンで塗ることをお勧めいたします。塗りましたら次にご用意していただくのはこちら、パイロットの瞬筆速乾筆ペンを使います。まずはろうそくに傷をつけ、心臓を描き、傷をつけ目ん玉を入れます。ハッピーハロウィン入れまして、2020年の10月31で、ここのハートちゃんも赤の筆ペンで塗っていきます。落款を押して再利用して、はい、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。これで3日間続きましたハロウィンのカードを描こうシリーズを終了させていただきます。チャンネル登録、コメント、いつもありがとうございます。それではまた。